岸あすかです。皆さんお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとクリスマスということで、ちょっとサンタの衣装を久々に着てみました。そうですね、あのテーマは大人ふんわりかわいいセクシーっていう、ちょっと欲張りな、なんか全部取り入れてやろうっていうことで、あのちょっとなんていうんですか、今までとは違った大人な雰囲気も見せつつ、なんかそういうふんわりとしたセクシーさというか、なんかこういい感じにあざとく作られてるんじゃないかなと思います。結構撮影の中で、私が本当に家で使ってるメガネやったりとか、あと普段使ってる一眼レフやったりとか、結構私物も取り入れて撮影してもらったので、なんかちょっとこう親近感というか、本当にこう私とこう彼女感っていうんですか、なんかこう近い距離感で撮影できたかなと思って、それがすごい新鮮でした。130点です。まあ、100点満点は当然なんですけど、ちょっと今年30歳になったのでプラス30っていうので130点にしました。いっぱいあるんですけど、特にお気に入りなのが、特にお気に入りなのがこのポスターページなんですけど、こうカレンダーとまた別でこれ単体でも飾ってもらえるかなっていうのと、あとちょっと色っぽくないですか。ちょっとなんかいつもと違う大人の色気が出てるんじゃないかなと、結構自信の一枚です。なんか昔は本当にズボラで、なんかもう何にもしてなかったんですけど、去年一昨年ぐらいから30歳目前にして、めちゃめちゃ美容気を使うようになりました。なんかすごいボディークリームとか毎日めちゃめちゃ塗りたくってます。パン集大成。なんで何笑い、10周年を迎えまして、ちょうどその2022年の3月でぴったり10周年、次11年目っていう感じに入っていくのと、あとまあ30歳の節目っていうのもあって、なんかこう集大成の年というか、なんか皆さんにもこういろんなもので返せる年になるのかなと思ってて、あの年明けにもちょっと発表できることがあったり、皆さんに楽しみにしてもらえることがあるので、ちょっと集大成という字にしました。やだ嬉しい。撮影前にあのクレンジングジュースっていうのがあって、なんかもう、ま、プチ断食ですよね。もうなんか私運動がすごい向いてなくて、運動するとすぐムキムキになっちゃうから、なんか運動は一切せずに、もうそういう食事改善だけで痩せました。はい。